本日の企画、本音で橋小酒イエーイ解説しようかなと思ったきっかけは、きっかけで出会って2年半前そうやな、そんぐらい。あ、意外と、あ、従順や。はい、どうもアイドルです。ということで、はい、何今日は今日はラフに行きますよ。今日は、はい、もう見てもらったら分かると思うんですけど、うん、もう行っちゃっていいですか。はい、本日の企画、はい、はい、本音で橋小酒イエーイ。ベロベロなったろ、すまん。ということで、はい、今日はちょっとおしゃ真ん中で迎え入れましたよ。はい、じゃあちょっと乾杯していきましょうか。じゃあ早速1杯目、カポーイ。カポーイ。うまーい。あれ、そんなんいらんかった。いや、いります。あ、いるんだ。いります、はい、だから本音ではしご酒っていうことやから、え、やっぱテーマ決まってるの、これって一発目いきますね。はい、やっぱ YouTube やってるってことなんですけど、うん、はい、やっぱね、なんで YouTube 解説しようかなと思ったきっかけを話してもらいたいんですよね、うん、そうですね、これはもう聞きたいでしょ、うん、まあでも俺らさ、もともと YouTube したいなって、そう、俺と翔太は最初の出会いで言ったら YouTube しようっていうのでな、きっかけで出会って2年半前、そうやな、そんぐらい。結構最近なんですね。結構最近、ここで、うん、電話かかってきて、はい、YouTube やろう、しかもビデオ通話俺からしたら年上で知ってるし、存在は急にYouTube やろう、うん、でもそっからすぐ会って、うん、で、まあ、YouTube はその期間ちょっとやらなかったんですよ。そうそうそう、いろいろちょっと仕事一緒にやっていくっていうのもあって、うんうんうん、そうやな。だから一切 YouTube には関わってないけど、1年間まあ俺と一緒に仕事をして、まあ、関係性深めていった時期やったな、この1年半は、ね、あの時 YouTube 始めてたらちょっと楽しくなかったんですね、もしかしたら。そうだな、うん、でそっからまあ一緒に仕事をしだして、オシャと俺らが出会ってるな、うん、それは何年前ですか。え、オシャと出会ったのもっと前やと思うわ。そのだから、まあ、2019、ちょうど2年前やもんな。夏？いやだから、え、オシャと出会ったのもインスタグラムやもんな。インスタグラム、インスタグラムで出会って、その師匠と、僕で福岡に会いに行ってんな。福岡に一発目に喋っとって、オシャのイメージで言ったらなんかずーっとですですそうそう、いや、これどういうことかって言ったら、ほんまにオシャって多分なんか心地いいねなんで心地いいかなーって時に考えてて、行き着いた結果で言ったらですです何、いや、そう、お、何を言ってるな、おっしゃ、そうやんなって言った時にですですこれやん、ここ調査しよう、あんまりイエスマンみたいになってるいや、なんかそういう出会いで心地よかったなっていう印象やったね、一発目。逆に俺の印象どうやった。いや、ゆうたろうくんの印象はでももう最初も今も全く変わんないですなんか、なんだこの人は。いや、よかったよー。ずっとこんな感じなんですよ。ずっとこんな感じ。なこんな明るく元気な人は、確かにいるんやっていう。それは。もうなんか、常にストレート投げられてまっすぐで気持ちいい状態やから。裏表はないですよね。そう。わかる。こんな、こんな裏や、裏、それ思ってかもしれんしこっちが、ほんまこっちが、ほんまえ、逆に、え、オシャは、翔太はどう思った。いつ出会った。翔太と出会ったのはいつ。初絡みは電話欄は覚えてます、僕で、なんか、変な、なんか黙ってる人やな。それ時期、時期いつ。でも、このコロナ、去年のコロナ入る前とかなんで、2月とか3月ぐらいじゃないですかね、多分決まるんです。そんな後か。今日1年前ぐらい初めて電話でかな、かすが電話です。どんな印象、どんな印象喋った時。あ、意外と、うん、あ、従順や。あーお前だから行人弁のな。意外と言うこと聞くやん。あー違う、その感じで来てあの時そのスタンスやった。言葉はすっごい丁寧に言ってたけど精神面で言うこうなってる。牛耳ってる。いや、言うこと聞くやん。会った時にやっぱそういう風な印象やったんや。あ、そうですね。じゃあそれでさ、一番最初にまあ会ったやんか。で、YouTube 今回やりだしたやん。
YouTube 今回やりだしてどういう目的があってやったっていうのはやっぱちょっとコリちゃん聞きたかったはず。俺はどっちかって言ったらもう自分たちを知ってもらいたいなっていうのがもうほんまそれだけ、もう走りで言ったら。そうですね。でやりたいことを動画に載せてやっていけたら一石二鳥や。そうですね。そういう風な時間とか人生にしたいなと思ってやり始めたな。楽しい目的ですよね。うん、うん、そう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 。え、そう、俺はそうやん。どうなん、おっしゃって、おっしゃは。いや、俺もそうっす。なんかその、なんだろう、やりたいこと、楽しいことみたいなのが、うんうんうん、結果仕事につながるとか、うんうん、いろんな人に出会えるみたいなことになっていったらすっげえ楽しそうだなって思って、うんうんうん、でそしたら結構自分の知名度が上がっていると、うんうん、いろんな人と会えたり、うんうんうん、なんか世界広がったりするなって思って、うんうんうん、いや間違いない。俺もそれ今やりだしてまだどんぐらいやろ、何ぐらい、1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらい、ね、1ヶ月ぐらいか。なんか見てくれる人がさ面白かったよとか、あめっちゃ嬉しい、嬉しいな、うん、それ嬉しい、嬉しいよな。多分これってやってなかったわからなかったので、そうなんですよ。だからこれ YouTube やる一歩ってめっちゃ勇気いるじゃないですか。めっちゃいるね。なんか恥ずかしいとかどう思われんねやろとか、うん、あるな。シャープだわ。でもさ、それ最初はさ動機で言ったらさ、みんなに知ってもらいたいとか楽しくやれたらええなって自分よがりやったけどさ、一番今求めとんでさ面白かったよとかそっちやんな、マジで。いや、ほんまにそうなって、なんか、あみたいな、やりがいってこれみたいな、それが楽しさになってきたっすね。今のメンバーの印象をそれぞれ聞きたい。あーなるほどな。今のね、じゃあ翔太からいこうか。はい、山下くんは、まあ、僕は変わらずですね、うん、変わらずやけど、まあ、この世で一番降りやすい存在です。あー二人でおって、へー降りやすい。山下くんなんか妙なんですよ。怖いなー怖いなー、うん、怖い。その目で好き言われると俺が一番怖い。でもまあめっちゃ居心地いい、うん、だから俺もそれは俺もそう。だから俺も印象で言ったら翔太降りやすいなって思う。翔太めっちゃ俺も確かに合う。でオシャに関してはもう最初はもう、あこいつですです、あこいつわざと共感だけしちゃってる正直思ってた。でも最近喋ってみて包まれるわ。おしゃって なんか包まれる。いや、まあ、これは多分ほんまに天性のもんやと思う。おしゃは否定しない、絶対にアンサー一発目否定しない、うん、でもこんな案もあるよってかぶせてくる優しさ、うん、あキモ、キモはおかしいよ今の褒めちぎるところやなんでプラスこれみんなにちょっとオシャのこと知ってほしいからちょっとフォローするけど、やっぱ共感するですですって言ってなんかイエスマンのようなイメージかもしれんけど全然違うくて、なんで違うかっていうと一回仕事のことであこれあかんでっていうことをオシャがしてしまったことがで、してしまったことがあってどういうふうに自分の中で責任取るんかなと思ったらもう自分が全て責任取った責任取り方したから、あ俺はここに対してあすんごい信頼できるなってめっちゃ思った。なるほど。星田さんはどうですか？そう、まあ翔太からいくとめっちゃ寂しがり屋やな。そうやな、分かる分かる。なんかでもなんかそれがすごいこの、うん3人の関係性の中でいい風に働いてるなって思ってて、電話とかもくれるしコミュニケーションを取ろうとしてくれるみたいなのがめっちゃそのなんかコミュニケーションをしてくれるから、それでなんか俺もその居心地が良くなっていくし、ですごい本音で何でも話してことをしてくれるから、なんか俺もどん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 なんか自己開示していくし、うん、ああなるほどな。で翔太のこの居心地よくしてくれてるんやろうなっていう優しさが分かった。そうそうそう、なるほど。あなるほど、本音やなー本音やなー。ゆうたろくに関しては、うん、なんかその、うん、なんだろう、リスペクトがありながら、うん、その自分にないものを持ってるっていうのが、うん、それがなんかリスペクトにつながりつつ、うんうんうん、どうその、うん、じゃあコミュニケーションを取って、うんうん、お互いに、うん、いい形で発展しながらやっていけるんだろうみたいなのを
結構模索してるみたいなところも結構あって、だからそれもなんか翔太が結構その間に入ってくれることによって、別になんかその仲裁するとかじゃなくて、普通になんとなく中心にいてくれる存在やからこそ、なんかすごいうまくいってるし、それが結果パワーになってるみたいな、わかるわかるわかる、そういう感触を持ってきて、わかるわかる、中和させるよな何か自分の気持ちとかっていうような追加翔太イメージプラットフォーム、これ俺褒められるかい、褒められるじゃ全然寄せる、もしかして寄せます、ここしはずかったなっていう話みたい、誰にも言う、なんやそれ